こんばんは、戦国どうでしょうでございます。本日は御家人であります足立盛長のお話でございます。頼朝の側近として活躍をしました盛長でございますが、頼朝の死後っていうのはね、どうだったんでございましょうか。ってことで本日の本題でございます。足立盛長は頼朝の乳母である比企尼の長女であります丹後の内侍を妻にしていたこともあり、頼朝が伊豆の流人だった頃から仕えております。流人時代の頼朝は家来を持つことを禁止されておりましたが、足立盛長は事実上の従者として源頼朝に尽くしていたわけでございます。さて、頼朝の死後の足立盛長でございますが、正治元年1月の頼朝の死後、出家をいたしまして連載と名乗ります。源頼家は鎌倉殿に就任するものの、わずか3ヶ月で訴訟の裁決権を奪われて13人の合議制が敷かれることになるわけでございます。盛長は同年4月に13人の合議制の一人になりまして、幕政に参画いたします。そしてその年には三河の国の守護であることが確認できるわけでございます。吾妻鏡には盛長の嫡男足立景盛と2代将軍頼家との確執が記されております。景盛には京から招いた手掛け女がおりましたが、頼家が彼が留守の間にその女性を強引に御所の近くに住まわせました。やがて景盛が頼家に対して恨みを抱いていると参言する者が現れ、頼家は景盛の抹殺を命じます。ただこれを聞いた政子はあまりにも軽率だと一喝し、頼家をたしなめ事態の収束を図ったとされております。こんな出来事がありましたので、足立家は北条本家に嫁を出す家となり、親戚関係を強めていくわけでございます。またここで源頼家との確執が起こったことで、足立氏は北条派に走ったとも考えられております。正治元年の秋には同じ13人の合議制のメンバーであり、御家人たちを厳しく統制していた梶原景時の弾劾状に署名、そして正治2年に66歳でこの世を去るわけでございます。頼朝の死後ね、結構あっさりとね、亡くなっちゃうわけでございますね。さて、そんな足立盛長の死後でございますが、盛長の孫にあたります松下善二が北条時氏に嫁ぎ、4代執権、5代執権であります常時時頼を見ます。さらに息子である足立景盛の孫であります郭三には北条時宗に嫁いだことで、足立康盛の時代に足立氏は全盛期を迎えることになるわけでございます。